ジンさんにサボっているところを見つかった。とやされちゃうよ。旅人、探したんだよ。この前あげた風の翼はどう？結構楽しんでるみたいだね。けど飛行免許はまだ持ってないよね。飛行免許？名前のまんまなんだけど、その飛行免許…え？彼、もう結構…毎日あちこち飛んでたから、みんな…にひ？じゃあ飛行免許を取って…まさか騎士にだってちゃん飛行免許はテストに合格してから、今日は試験官としてあんたの風の翼を渡したのは私だからね。テスト…なんか面倒だな。そんな目で見ないで、絶対にたーん。それに簡単な試験だから安心して。ふん、でも規則と飛行基準はもうこの飛行指南をあげる。覚えな、例えば二人で風の翼を使うの、とにかくよく読んでおいて。分厚いな。仕方ない、とりあえず読んでみるか。うん、読み終えたら。セピロス騎士団の飛行士、世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原を撫で、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。いい話だったな。けど騎士団の飛行士なんてこんな感じなのか。とにかくアンバーのた、
これ。あ、来たね。飛行指南は読み終わった？規則や制度も理解した？その渋々って感じわかるよ。飛行指南はつまらないからね。そうか？このお話面白い？あ、私も好きなのがあるよ。一番風スライムが破れた時に発生する気流を使うと高く飛べるらしい。それじゃないぞ。鳥が空を飛ぼう。ちょっと見せて。ごめん、飛行指南書と同じところに置いてた。全然違う本なのに。間違えた原因は、私に飛び方を押し、大事なのは強き風ではなく勇気だ。この言葉が私に飛ぶ勇気。緊張しないで。私がマークしたルート通りゴール。次のテストはモンド城内でだよ。よし、オイラたちもモンドに。戻ろうぜ。あまり待たせるなよ。早速テストを再開しよう。前回と同じでルート通りにゴール。
の翼のコツが分かってきたみたい。まあこのテストに合格したら飛行免許に向けて。おーい、そこの飛んでる人、降りてきてくれ。セピロス騎士団だ。飛行免許を見せてくれる？免許なしか。モンド治安管理法、君には黙秘権があるが、君の言葉は全て風が。待って、今飛行免許の。な、そうだった。このタイミングでテストとは。何かあったの？会長が風の翼で逃げていったと修道女から通報があってね。会長？モンドの犯罪者だ。いつも風の翼を使って。そいつってそんなに飛ぶのが。ああ、非常に速い。まんまと逃げられてね。修道女たちが文化財に風元素で目印をつけてくれてたんだ。あまりにも速くて、その痕跡をたどっても。飛行のプロか。ならこのアンバーの。最後に目撃したのは清泉町周辺だけど。安心して、ちょうど旅人もいるし、その会長を捕まえてあげる。会長を捕まえたら直接発行。ジンさんには。試合をしよう。の清泉町に会長の手が。会長が盗んだものには風元素で目印がつ。元素資格でこの辺りを探っ。あ、なんだこれ。折れた木の枝に見えるね。風の翼の骨かもしれない。もしや。元素の痕跡がないみたい。うん、ただの枝だね。このボロボロの布切れ、風元素の痕跡がある。この模様と編み方からして風の翼が破けたのかも。そんなんで風の翼だってわかるのか。さすが偵察騎士。これが会長のなら、奴の風の翼はもう壊れてるみたいだね。逃げられないって言ったでしょ。
その痕跡、会長か。風スライムは飛べるから、これを風スライムで。とにかく痕跡、元素の痕跡はこの先に。会長はこの先、ここで考えてても始め、旅人、痕跡を追ってみ。お、なんだか戦いの音だ。ま、早く行こう。これちょっとビリビリさせないと。うがちなさい。よかった、セピロス騎士団の人がいればヒルチャールも手を出す。何があったの？ヒルチャールに襲われてね。ヒルチャールに襲われた？でもヒル、小さな集落なんだ、町からそうは。でもそのヒルチャールの集落に、それでヒルチャールが暴れ出して、俺は逃げれたけど、果物を運ぶ、その人ってどんなか、何かを抱えてたな。まったく、飛行免許を取っていないのか。重いものを持って飛ぶのは禁止だって知らないんだよ。重い荷物を持って、その人がどこに逃げたか。俺も逃げるので精一杯だったからな。なんとか手がかりをつかめたね。あ、そうだ、この件は帰ったら騎士団に報告するね。相手を間違えたな。もう逃げ道はないよ。切らせるか。これちょっとビリビリさせないと。おとなしくしやがった。ピュン、窒息しろ。これお前って本当にせ、お前って本当、はい、ヒルチャールの他にも変な奴らがいるぞ。風の翼の作りを見た感じ、会長の仲間かも。でもなんであんなとこにいるんだ。確かに、こんなとこまで来るなんて。目印の元素が尽きたのかも。そっか、元素の痕跡を消せないとは。痕跡が自然と消えるのを待つ。そうはさせない。それに文化財も見当たらない。まだ、ここから一本道だから。会長は、でもこの様子じゃ追いつくには。おい、下に敵がたくさん。うん、先に進むには飛びながら敵を倒すしかないかも。そうだ旅人、最後のテスト。おう、で、じゃあ三つ目のテストはこれにしよう。元のテストもこんなんなのか。旅人のために作った特別テストだよ。あんたはモンドを救ったヒーローだからね。旅人どうかな。じゃあ飛ぼう。旅人、すべての敵を倒してね。
できると思ってたよ。あとは会長を捕まえるだけ。さあ先に進もう。私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。逃がさないわよ。飲んだわよ。こいつはどうだ。ちょっとビリビリさせないとね。
伯爵。逃がさないわよ。この先は行き止まりみたいだね。アンバ、あそこだ。やはり来たか。あんたが会長？逃げなくとも。確かに高い。小娘、今から戻って団長でも呼んできたらどう？セピロス騎士団を挑発してるつもり？今すぐ飛び越えて捕ま…あ、そうだね。目の前にいるのにこのま…けど会長はどうやって行ったんだ？飛んでもたどり着けないのに。地面に引っ掛け傷も見当た…さらばだ、小娘。なあ、あいつ逃げる。迷ってる暇なんてないのに。けど心配しないで、私はモンド…おい、偵察騎士、死にたいなら…なあ、飛行以外に答えはないって。旅人、私が間違えて渡した本、最初の鳥は飛べなかったと、私の答えを見ていて。うん、あいつに偵察騎士の勇気を見せてやる。おい、バカな真似はやめろ。どうして？よく聞いてみてよ。飛べる、風はそう言ってるよ。私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。アンバー、落ちる落ちる落ちる。あ、風、雰囲気だ。飛んだ、アンバーが飛んだぞ。怖いもの知らずが、ここに雰囲気があると気づいて飛び降りた。ついてこれるかな。風は勇気ある人に都合を与えるんだろ。諦めて捕まりなさい。ちょっと無理だと思うぞ。これはお仕置き。風と共に去れ。チャンスだ。おとなしく仕上がれ。この瞬間、お前逃がさないわよ。これはお仕置き。会長を捕まえたね。実は空中からしか、あの不会長が逃げた先は、だから会長がここから脱出するに。ああ、だからオイラたち、まあ、そう簡単。旅人の言葉のおかげだよ。とにかく飛行っていうのはね。さっきのアンバーは言う。なんか私が初めて飛行って。それからのテストはそういった。待った、アンバーって飛行免許？それはモンド城内って飛べな。せっかく手に入れた飛行免許もすぐ取り上げられちゃってたから。でもいつも一発合格だったよ。いや、旅人、時間があったらジンにちゃんとした飛行指南をしてもらおう。じゃあ会長をモンドに送るから、先モンドに戻ったら大聖堂に来てね。もう行っちゃった。さすが偵察騎士、早いな。こっちもモンドの大聖堂に戻ろう。飛行免許取得の道はなかなか手強いな。
何か。風の導くままに。おめでとう。これが飛行免許だ。まあ、あんたの飛行技術は完璧だから予想通りかな。そうだ、次の飛行大会にはあんたも。私のスピードについてこれる人がいなくて退屈だったの。へえ、言ってくれるね。じゃあ私に負けるまで合法的に自由に飛行規則は守るんだよ。免許停止。アンバーに言われても説得力。